玄関に私の名前入り木刀を設置。一つしてきた別居止めが何あれと聞いてくるので笑顔でご説明。私ずっと剣道をやってたんですよ。師範からは決して人に向けてはいけないって言われてきたんですけどね。でも自分の一番大切な心の根っこを刈り取ろうとする輩と出会った時は、立ち上がれ、戦え、なぎ倒せと教わってきたんで持ってきました。軽い落としのつもりだったんだけど、止めはさっさと帰っていった。実家に木刀取りに帰った時、なんやかんやで追い詰められてて、思わず真剣持ってこうかと思ったのは内緒だ。詳しく書くといびりもきつかったんだけど、毒親なんだよね、義両親。旦那が小学生の時は勉強を強制していじり、塾行かせるでもなく問題集渡して夜までに全部解け、できないと殴る蹴る、家追い出して旦那公園で就寝みたいな。それで中学受験失敗したら、今度は放置のパチンカスが疎め。旦那、高校卒業後は一人暮らししながら金貯めて、数年遅れて自力で大学入学。もう体も俺の方がでかいし、腕っぷしも自信がある。それでも親父ウトの目を見ると体が震える。って旦那が泣いた日から、義両親は私の敵で、結婚前は旦那と義実家は絶縁状態だったんだけど、私が実家と仲がいいのを見て、旦那義実家との歩み寄りを決意。私も賛成し、ぎこちないながらも付き合い再開しつつ結婚。ウトはすっかり丸くなってたんだが、止めがはっちゃけ、今になって息子ラブが燃え出して、嫉妬丸出しの嫁いびり。放置してたくせに、40度近い熱出してた中学生の旦那を、真冬の外に締め出してパチンコやってたくせに、こっちも付き合いをすることには賛成したが、心のどこかでは敵認識が消えてなかったから、初めからレコーダー装備。出るとこ出るぞと強気対応だったんだけど、十数年渇望し続けてた幸せな親子関係をようやく手に入れた旦那の笑顔を見ると、彼には止めの実態を知らせることができなかった。だから我慢の日々。テンプレには我慢できた。証拠集めすることで心のバランスが保てた。でも振り返り、ざまに包丁で切られたことと金の無心が始まったことで、止めは旦那の人生に存在しちゃいけないんじゃないか。これ以上旦那が止めに絶望する前に終わらせてやろうかと追い詰められて、実家に真剣取りに行った感じ。これがきっかけで、今は絶縁だから楽しい毎日。